フリートーク。はい、何でしょう。僕家からここ今ね、センカービーチ部っていう、はいはい、とこで撮ってますけども、その車でに、時間帯がちょうどその小学生が下校中の時間とかぶったりするんで、はい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 、まあ下校中の小学生とすれ違ったりするんですけど、うん、もうね、めちゃくちゃ可愛い子がいて、あのね、確かに今のだけ、ちょっと待って、今のセリフは聞きようによっちゃかなり危ないぞ。あのね、めちゃくちゃ可愛い小学生がいたの。中学年ぐらいの男の子なんですけど、カービィぐらい丸々してるんですよ。わかります？いや、まあ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 、カービィわかりますよ。あの星のカービィでしょ。星のカービィ、もうコロッコロした子がいて。はい、でもう何が可愛らしいって3人組で帰ってたんですよ、その子、はいはい、友達2人も同じ体型なんですよ。めちゃくちゃもうね、すごい、カービーズじゃない、カービーズが3人並んでて、うん、だからもう団子3兄弟みたいな。はいはいはい、はい、えらいコロコロした子やな思って、まあ、目にパッて入ったんですよ、はい、ほんなら真ん中の子が「じゃあ行くよ」って言うて、うん、見るやじゃないですか、ね、じゃあ行くよって言ったら、うん、せーのって言ってジャンプしたんですよ、真ん中の子が、はいはい、急に、うん、なんかやな思って、でジャンプして着地したら、うん、両サイドの子が「わ」って言ってジャンプしたんですよ。もう可愛くて、もうダチョウ倶楽部さんですよ、ですよね、でもう伝統芸、お笑いの伝統芸、ジャンプして周りが跳ねるっていう、うん、うわ、もう自分で編み出したかテレビで見たか知らないですけど、うん、なんかええな、これもこうやって脈々と受け継がれていくねんなと思ったら、うん、終わりじゃなくて、お両サイドの子がわーって飛ぶじゃないですか、うん、飛びました、はい、でわーって着地したんですよ、ほ、うんなら真ん中の子がわーって飛んだんですよ次、うん、で真ん中の子がジャンプしてわーって飛んだら、次着地した次両サイドの子がわーって飛んだんですよ。だからその着地するために誰かが飛ぶってルールでやってたみたいで、エンドレス、エンドレスで、いやそれで5、6回やったと、そのだみんながみんな止めてって言ってるんですよ。どういう、なんかね、全然知らんゲームになってて、ほいほいほい、で他のなんか子供たちがまた長来てもうええよみたいなこと言うて遊んでるんですけど、進化してるやんと思って。さすがだな、止め方までちゃんとあるんだ。あるんですよ、そこまでが。だから下りができてるんですよ。だからもう小学校は分かる、 NSC の可能性も。なるほど、養成所の可能性もあったんですけど、もうめちゃくちゃ可愛かったですよ。真ん中の子はせーの飛ぶ飛ぶわー、はい、わーわーわー、アプリのゲームみたいな感じになってて、ですよね。で良きところであの誰かが誰かが止めてって言うて、もういいよってわーって集まってくるっていう、はー面白い、すごかったですね、うん、いやでもそう、やっぱ自発的に子供らが考え出したものですよね。考えたんじゃないですか、やっぱり誰かが別に教えるとかじゃないですもんね、うん、教えるとかじゃないと思います。子供、でも何がいいって、そのジャンプめっちゃ低いんですよ。はい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 、結構早いんですよ、この初めの一発目は高かったんです。結構頑張ってジャンプして着地で、頑張ってジャンプして着地やったんですけど、はいはいはい、やっぱもう丸々してるから、ただもうポンポンこれもうほぼ振動みたいになってたんですけど、ボールが弾んでるみたいな。いや、なんか良かったですね。あ、面白いね、そういうのいいな、はい、子供の遊びか、子供の遊びでしたね。特に 何にも生まれない、確かに何も何の意味もないんですけど、うん、それが尊かったですね。よかったですね。尊いという言葉をそういうふうに使うのもね、おじさんはね、違和感あるんですよ。あの、推しが尊いとか言われてもね、いや、知ってるじゃないですか。何を言ってるのか全然わかんないんだ。尊い。尊い。これもう若者ぶった言葉を使ってますよ、僕も。そうですね。はい、尊いか、なるほどな。たっといですね。ああ、はいはい。そう、みんな意外に分かってないですけど、はい、貴族の貴は、はい、尊いなんですよね、うん、そうですね、で尊敬の尊は、うん、本当は尊いなんですね、尊いではないんですよね、ないですよ、はい、そうですね、まさかこのフリートーク最後漢字のを勉強してます。いやいやいや、そこで我々が終わって飛ばないと思ってやってるんですね。いや、ちょっとね、良かったんで、ああそれはちょっと、ぜひビデオに撮ってみたいですね。確かに確かに。でもまあこんなおもろいもんで、どうせ1週間もしたら飽きるんでしょうからね。ああ、もうそう、で本人も忘れてる、本人も忘れて、そんなことやったことすら覚えてないかも。そうです、貴重な瞬間見えたかなって話でございました。誠司君もありがとうございました。はい、ありがとうございました。また明日からもありますんで、ご覧ください。また明日。はい、来週から絶対舞台でこのネタやってると思います。飛んでると思います。3人組で、はい。すごい。